はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はプロスピで登場している S ランクのアーティストを全選手紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずやっていく前に前提として、アーティストの S ランクが出ている選手のみ紹介になります。 D ランクのみ出ている選手は紹介を省きますのでご了承ください。また複数球団で出ている選手はそれぞれの球団で紹介し、来年移籍する選手はその都度触れていきます。自分が何人持っているかチェックをしてみてください。ということで紹介していきます。まずは阪神梅野選手、アーティストでの最後の登場は2017シリーズ1となっています。守備の方はメインのキャッチャー適正 C となっており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神田淵選手、デフォルトパワーAに乗っており、称号で未倍以上が可能です。守備の方はメインのキャッチャー適正 B となっており、限界突破でファーストが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神大山選手、2023シリーズ1からアーティストに変更されています。守備の方はメインのファースト適正 C となっており、限界突破でサードライトレフトが可能です。特殊能力の方には広角打法もついてきます。続いて阪神バース選手、デフォルトミパエに乗っており、称号でパワー S ミパエ同値が可能です。守備の方はメインのファースト適正 D となっており、限界突破でライトレフトが可能になります。特殊能力の方には広角打法もついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いて阪神今岡選手、デフォルトミート A に乗っており、アーティストの中ではパワーが低めです。守備の方はメインのセカンド適正 C となっており、限界突破でサードショートが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神掛布選手、デフォルトミパエ同値となっており、リーグでも使えるアーティストです。守備の方はメインのサード適正 C となっており、特殊能力の方には超広角打法がついています。打ちやすさは抜群でしょう。続いて阪神藤村選手、デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのサード適正 B となっており、特殊で A が可能になります。補給が課題です。特殊能力の方には広角打法もついています。続いて阪神浜中選手、デフォルト A 能力はなく、称号で A 能力が可能です。守備の方はメインのライト適正 D となっており、特殊で C が可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島江藤選手、デフォルトパワーAに乗っており、称号でミパエ以上が可能です。守備の方はメインのサード適正 D となっており、特殊能力の方にはプルヒッターがついています。続いて広島前田選手、デフォルトミパエ同値となっており、査定年度で能力が変わります。守備の方はメインのレフト適正 B となっており、1年前の査定だと限界突破で外野すべてが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて DeNA 外選手、来年からロッテ移籍となっており、称号でパワー A が可能です。守備の方はメインのファースト適正 C となっており、限界突破でセカンドが可能になります。特殊能力の方には広角打法もついています。続いて DeNA 田村選手、デフォルトパワーAに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのセンター適正 B となっており、限界突破で外野すべてが可能になります。特殊能力の方には広角打法もついており、打てて守れる選手です。続いて DeNA 筒香選手、デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのレフト適正 C となっており、限界突破でライトファーストが可能になります。特殊能力の方には広角打法もついています。続いて巨人王選手、デフォルトミパエに乗っており、称号でパワー S が可能です。守備の方はメインのファースト適正 C となっており、特殊で B が可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人国保選手、デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのサード適正 C となっており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人江藤選手、デフォルトパワーAに乗っており、コンタクトヒッターでミパ同値が可能です。守備の方はメインのサード適正 D となっており、限界突破でファーストが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人岡本選手、デフォルトパワーAに乗っています。守備の方はメインのサード適正 B となっており、限界突破でファーストレフトが可能です。特殊能力の方には広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。
続いて巨人高橋選手デフォルトミパイ同地となっています。守備の方はメインのライト適正 B となっており、特殊で A が可能です。限界突破で外野全てが可能になります。特殊能力の方には広角打法がついており、リアタイ最強格の選手です。続いて巨人原選手デフォルトミパ同地となっており、称号でミパエ同地が可能です。守備の方はメインのレフト適正 D となっており、限界突破でサードが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてヤクルト広沢選手デフォルトミートインに乗っており、ミスフルでミパ同地が可能です。守備の方はメインのファースト適正 C となっており、限界突破でサード外野全てが可能になります。特殊能力の方には超広角打法もついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いてヤクルト村上選手デフォルトミパエに乗っており、コンタクトヒッターでミパエ同地が可能です。守備の方はメインのサード適正 C となっており、限界突破でファーストが可能になります。特殊能力の方には広角打法もついています。続いてヤクルト池山選手デフォルトパワーに乗っており、全体的なステータスが高めです。守備の方はメインのショート適正 B となっており、裏捨てオール B になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてヤクルト雄平選手デフォルト A 能力はなく、称号でミート A ミパ同地が可能です。守備の方はメインのライト適正 C となっており、限界突破でセンターが可能になります。特殊能力の方には超広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いて中日大島選手デフォルトパワーに乗っており、称号でミパ A 同地が可能です。守備の方はメインのファースト適正 D となっており、特殊レシーが可能になります。限界突破でサード外野全てが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて中日落合選手デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同地が可能です。守備の方はメインのサード適正 C となっており、限界突破でファーストが可能になります。特殊能力の方には超広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いて中日中村選手デフォルト A 能力はなく、称号でパワー A ミパ同地が可能です。守備の方はメインのサード適正 C となっており、特殊で B が可能になります。限界突破でファーストも可能です。特殊能力の方には超広角打法がついており、打ちやすさは抜群です。続いて中日宇野選手デフォルトパワー A に乗っています。守備の方はメインのショート適正 C となっており、限界突破でサードが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっており、プルヒッターがついています。続いて中日山崎選手デフォルトミパエ同地となっており、リーグでも最強です。守備の方はメインのレフト適正 D となっており、限界突破でファーストライトが可能になります。特殊能力の方には広角打法がついています。続いてオリックスブーマー選手デフォルトミパエ同地となっており、リーグ的にも最強になります。守備の方はメインのファースト適正 D となっており、特殊で C が可能です。限界突破でライトレフトも可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックス石井選手デフォルトパワーに乗っており、称号でミパエ同地が可能です。守備の方はメインのファースト適正 C となっており、限界突破でサードが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックス中村選手デフォルトミパエに乗っており、コンタクトヒッターでミパエ同地が可能です。守備の方はメインのサード適正 B となっており、限界突破でセカンドファーストが可能になります。特殊能力の方には広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いてオリックス藤井選手デフォルトパワーに乗っています。守備の方はメインのライト適正 D となっており、限界突破でファーストレフトが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックス吉田選手デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同地が可能です。守備の方はメインのレフト適正 D となっており、特殊で C が可能になります。限界突破で外野全てが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックス土井選手デフォルトパワーに乗っており、コンタクトヒッターでミパエ同地が可能です。守備の方はメインのレフト適正 C となっており、限界突破で外野全てが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックス石峰選手デフォルトパワーに乗っており、称号でミパエ同地が可能です。守備の方はメインのレフト適正 E となっており、限界突破でライトキャッチャーが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックスブライアント選手デフォルトパワー A に乗っており、称号でパワー S が可能です。守備の方はメインのレフト適正 D となっており、限界突破でライトが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。
続いてロッテ落合選手、デフォルトミパエ同値となっており、数値的にも最強選手です。守備の方はメインのサード適正しとなっており、限界突破でファーストセカンドが可能になります。特殊能力の方には超広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。続いてロッテ山内選手、デフォルトミパエ同値となっており、リーグ的にも強めです。守備の方はメインのレフト適正 B となっており、限界突破でライトが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク野村選手、デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのキャッチャー適正 B となっており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク国保選手、デフォルトパワーエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備の方はメインのセカンド適正 C となっており、限界突破でファーストサードが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク柳田選手、デフォルトミパエ同値となっており、リーグでも最強です。守備の方はメインのライト適正 D となっており、特殊レシーが可能になります。限界突破で外野すべてが可能です。特殊能力の方には広角打法もついています。続いてソフトバンク門田選手、デフォルトミパエに乗っており、コンタクトヒッターでミパエ同値が可能です。守備の方はメインのレフト適正 E となっており、限界突破でライトが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて楽天山崎選手、デフォルトパワーエに乗っており、楽天唯一の輩出です。守備の方はメインのファースト適正 E となっており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武田淵選手、デフォルトパワーエに乗っています。守備の方はメインのファースト適正 E となっており、特殊で D が可能です。限界突破でキャッチャーも可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武山川選手、デフォルトパワーエに乗っており、来年からソフトバンクになります。守備の方はメインのファースト適正 C となっており、限界突破でサードが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武中村選手、デフォルトパワーエに乗っており、称号でパワー S が可能です。守備の方はメインのサード適正 D となっており、限界突破でファーストが可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武中島選手、デフォルトミート A に乗っています。守備の方はメインのショート適正 C となっており、限界突破でサードが可能です。特殊能力の方には広角打法がついており、使用感も抜群です。続いて日本ハム清宮選手、デフォルト A 能力はなく、アーチストの中では低めの数値です。守備の方はメインのファースト適正 D となっており、特殊レシーが可能になります。限界突破でサードレフトも可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて日本ハム大谷選手、デフォルトミパエに乗っており、コンタクトヒッターでミパエ同値が可能です。守備の方はメインのライト適正 D となっており、特殊レシーが可能になります。限界突破で外野すべてが可能です。特殊能力の方には超広角打法がついており、打ちやすさは抜群でしょう。 S ランクアーチスト全選手紹介は以上となります。あなたは何人持っていたでしょうか？良ければコメント欄の方で教えてください。この情報が良かった方、今後アーチストが増えてほしい方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している17日4時現在、イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進めている自分の進捗状況としては、クリアミッション数31となっています。残りのミッションは試合数のみとなっており、試合数は34試合こなしている状況です。 V ロード監視祭は完了し、チャレンジカップを行っています。積みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は重要な更新日の前日ということで、更新内容をまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。